こんにちは、伊藤よしみです。今日もコメントいただきました、ありがとうございます。エオリアンハープを練習しているのですが、内線を抑えつつソプラノの音だけにクレッシェンドやデクレッシェンドをかけるのが苦手です、ということで、抑えていかないといけないのは強弱はどうしてできる、どうやったらできるっていうことですよね。強弱は前も、ね、何度もお伝えしているとは思うんですが、打鍵の、ね、この鍵盤が下がるこのスピードです、速度です。これが速かったら強い音、ゆっくりだったら弱い音、ゆっくりすぎると音出ない、これがピアノの強弱のつけるために必要なことですね。まずやってほしいことはペダルを踏んでもいいです、弾きやすい、まあ多分右手弾きやすいんじゃないかなと思うんですけれども、どの指でもいいので見本、お手本を作ってほしいんです。自分がどのようにクレッシェンドしたいのか、デクレッシェンドしたいのか、その単音のメロディーだけを弾きやすい指で弾いてください。これはクレッシェンドするのかな、どうするか、今弾いたの、そういう風に弾きたいという、あ、これが好きというお手本を、自分の好きっていうやつを作ってください。どんな指でもいいです、ペダル踏んでどうぞ。で、それがこの指でできるようにするんですよ。本来弾くのはだいたい5ですかね、多分ほとんど5、まあ、4弾くところは、ちょっと書いといて4でね、で本来弾く指でその音量を練習してください。っていう感じでね。で、もっとゆっくりでいいんですよ。ちょっと尺長いかなと思って短く早く弾いてます。で、ペダルを踏んでると音がどんどん増えていくので、そんなにこうクレッシェンドしていかなくても、踏みっぱなしにするとちょっとクレッシェンドになると思うので、デクレッシェンドの時にペダルをちょっと減らすとかの工夫をされると余計やりやすいんじゃないかなと思います。で、これがうまくできないのは、押しちゃったりとかするとゆっくり押すとか早く押すとかってすごい体を固めてやっちゃってやりにくいと思うんですよね。だからポン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 こうね、こういう感じでこれをスポーンってこうやってやるとパーンっていくので結構強い音になるし、これをゆっくりもっとゆっくりダランってやるかパーンってやるかでスピードは変わるので、どの音がラララシド、ドが強く弾きたいんだったらこれよりもスピードを速く、ね、やっていけばいいだけなんで、これの速さをこれぐらいかパーンってするかっていう、こういうことをやってみてください。で、この本来弾く指で、まあ、ペダルも踏みながらこのクレッシェンド、デクレッシェンドができたなら次です。全部弾くとここが入るわけですね。ここの最初で言えばラドミラドからミに行くんですよね。このドからミに、ドは内声でミを強くってなるときに、ここのドからミに移るこのスピードが速いと強い音、これがゆっくりだと弱い音ってことになりますね。だからそれをタタタタラタラね、タラっていう時の動き、これをチェックしつつで、自分があ
強くしたいだったら、もう少し早くパンっていく必要があるし、あ、ここ弱くしたいっていうんだったらゆっくり動く、ただそれだけ、本当にただそれだけ。ここはどれぐらいの音、これでいいかな。強くしたいんだったらここからの、ここからのパンっていけばいい。強くクレッシェンドしていくんだったらこれからもう少しスピードアップ、こっちに行くだけのスピードをラブパン、でやればいいだけなんで、説明しながらだったらちょっと間違えそうになる。あのね、そのたた、あと触るだけで、ここまで4から行った時にここから5って行く時、このスピードのコントロールです。要はこれはゆっくりめなんか、あ、もうちょっと強いかな、もうちょっとこれぐらいかな、こんなぐらいいるっていう、そのことを、止まりながらでもいいから、ここからのどれぐらいどれぐらいこう行く、これぐらい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 みたいなことを、少し1ページでもいいからちゃんと丁寧にやると、あと一緒だから感覚できっとできるようになると思うので、ちょっと慣れるまではんって丁寧にやってみて、あの本当に慣れたらあーって簡単にできるから、バスも一緒だよ、出したいところポンって行く、行って戻るっていうところらへんなんで、あの動き方とスピード、ここら辺のところがうまく、感覚でつかめたら簡単になるので、そこまでやってみてください。コメントありがとうございました。またご質問とかあったら、ぜひあのコメント欄書いておいてくださいね。今日もありがとうございました。